ばんは。はい、はい、本日もね、鳥越神社の斜め前にあります鳥越あずり FM のスタジオからお届けしたいと思います。はい、障害獲得賞金ゼロ円プロテニスプレーヤーの南雲和則と、はい、そして演歌歌手、はい、をやっております柳中ひとみと申します。もう楽しいね、トークバラエティをお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ひとみね、もう今日から2月の放送ですよ。そうですね、あっという間、2月7日になりました。7日、はい、もうちょっとで南雲さんのお誕生日だ。いきなりちょっと予定が早く降ってきましたね。はい、2月は英語で言うと February。 古い言い方もありますよね。はい、キサラギ、キサラギね、さっきまでは上手に言えたんですけどね。キサラギゆうちゃん、はい、まあ、服をね、まあ、重ね着するぐらい寒いから、うん、っていうのがまあ由来になってるという説もありますけどね。キサラギでございます。いいですね、はい、キサラギってい う, こう響きというか、響きがいいですよ。なんとなく綺麗な感じがしますよ ね、 すね。はい、私ももうすぐ誕生日になってしまうということで、はい、あさって2月の9日肉の日、はい、関西の肉と肉と書いて福と呼ぶんですよね。そのなんでお魚のフグのことを福と言ったりとか、洋服の服だったり、あとハッピーの服、まあ、そういうように、まあ肉、フグ、服、ハッピー、いろんなね、つながる、まあ、おめでたい日になるといいなというふうに思っております。本当は2月が誕生日なんですけども、諸般の事情で3月に、はい、お誕生日会をやります。こちらでございます。こちらです、はい、イエーイ、南雲和則誕生日パーティー、はい、2024年の3月1日金曜日、蒲田ニューエイトさんで、スタートは19時から。はい、なんと特別ゲストは柳中ひとみでございます。はい、もうほとんどなんか変わり映えしないような感じなんですけどね。まあ、あのいろいろな著名な、あの東京演芸協会の人気腹話術師スージー先生とか、それからスージー先生のお弟子さん、それからマジックの方、うん、カンパニー楓さん、そして奈々ちゃんなどもね、お見えになってくる。マジックの大御所も来るかもしれないんで、まあ、楽しみにしてほしいと思いますけどもね。はい、3月1日もしお時間ありましたら、足をお運びください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。お待ちしております。はい、皆さん食事もついてます。はい、はい、さあ最近ね、はい、去年の12月そして今年の1月、なかなかあのひとみんが歌をねあんまり出していなかったという、いろいろ忙しかったんですね。忙しかったですね。はい、まあ、大体毎年十数曲出したり、ユニットも入れるとね20曲ぐらい出してるんですけども、まあサボってたわけじゃないんですよね。日々もうボイストレーニングだったり、はい、いろんな準備をしてるんですけど、まあいろんな番組の収録があったり、映画の収録があったりとか、ライブがあったりとかね。あとあのサーキット、はい、サーキットにね行って、うん、カートを運転したり、はい、レースクイーンをやったり、はい、まあいろいろでね頑張ってるわけですよ。頑張りましたよね。はい、頑張りすぎてね、時々体調不良になっちゃって皆さんに心配をかけたりしてるんですけども、今日はどうですか。今日体調もうすごい、体調バリバリ、もう OK。 よかったですね。健康ですね、はい、もう年末から自分もね、なんかあんまり良くなくて、うん、ね、頭痛かったりぼーっとしたりとか、あ、いつもだろうってよく言われるんですけど、まあ、あの今日はまあまあいいですね。なんか今日は晴れ晴れとしてますか、ね。本当ですか。晴れ晴れとね、はい、そう、よかったよかった、良、はい、くなりましてね。で今日はですね、うん、普段だとゲストの方がいるんですけども、まあ、2人でゲストなしで丸2年この番組やってますけど、ゲストがないっていうのは3回目ぐらいかもしれないですね。そうですね、2人で、まあ、それはそれで新鮮でいいんじゃないかと思いますので、お楽しみいただければと思います。思う存分喋れますもんね。はい、思う存分喋ってないですよ普段はね。やっぱゲストの方にやっぱりこういろいろ引き出さなきゃいけないからね。そうそう、ゲストさんはね、はい、こうやっぱり引き出して良いところをいっぱい引き出さなきゃいけないから、うん、はい、まあ、私たちはね、あの口をつむんでね、つぐんで無音で、まあ、今日はじゃあもう心置きなくどんどん喋ってほしいと思いますけど、そうですね、はい、12月1月と、まあ、ちょっとあの配信とかね、 あまりなかったひとみちゃんなんですけども、先月、1月の25日にひとみちゃんとカンパーニュ楓ちゃんのユニットミリオンキッスの新曲が、はい、リリースされました。嫌い嫌い大嫌いというのがあります。こんな感じの歌でございます。はい、今ジャケットの絵が出ます。はい、可愛らしい、可愛らしい絵で、うん、誰が描いたんですかね。これはね、機械ですね、 AI ですね。 AI すごいですよね。私もその AI 持ってます。はい、はい、
多分なんでしょうね、こう日本ってそのみんなと仲良くしましょうというかね、人を嫌っちゃいけませんみたいなこう教育があるじゃないですか。で学校の給食とかでも最近はアレルギーとかでなんかこう全部残さず食べましょうっていうんじゃなくて、まあ、食べれないものはあらかじめ言って食べないようにしましょうっていうのがありますけど、僕らの子供の時は食べなければ5時間目でも6時間目でも給食が机の上にあるっていう時代だったんですよ。これ嫌いだってことがまあ許されない。その頃ってもしかしてアレルギーっていうのがあんまりなかったかもしれないですね。アレルギーとかストレスなんていう言葉がなくて、今便利ですよね、まあ、ストレスとかね、いやアレルギーなんですよとか、だから当時そういうことがなかったんで、食べられないと親の遺言ですとかね、宗教上の理由ですとかなんか適当なこと言ってましたけど、まあそういう嫌いな人がいてもいいじゃないかと、ね、無理にこう好きになる必要もないし、嫌いな食べ物も残さず食べて具合が悪くなるぐらいだったら残した方がいいんじゃないかっていう思いの歌ですよね、はい。ムリさん作詞で、はいね、これモチーフになった書、実際の人物とか本とかありますね。ひとみちゃんが大好きな中野信子先生、私大好きなんですけど、はい、中野信子先生の脳科学の本をお読みになって、はい、これを書いたって、嫌いの科学みたいなそういう本があって、ね、中野先生の本をひとみちゃんはもう何十冊も読んだんですよね。そうです、結構読みましたよ。読書大好きなんかひとみ、なんか勉強になりました。そう、なんかね、はい、人の脳ってこう、うん、思考だったりとか、うん、そういうのは脳科学的にどうなんだろうって、心じゃないじゃないですか、うん、こうやっぱり脳が支持するわけだから、うん、なんかそういうの勉強したいなと思って、なんかためになりますよ ね、 ね、実際何回かお会いしましたけど、すごい美人のね先生でね、そうですね、綺麗な方でしたね。で最近なんか出てる本で、そのなんか運をつかむ人とつかまない人みたいな、なんかそういうのがあって、読みました。で毎回同じようなルーティンで行動してる人はなんかこう運がつかみにくいみたいな、レストランとか行っても毎回違うメニューを食べるとなんかハッピーになれるみたいな、うん、なんかそういうようなことが書いてあったんですけど、僕なんかほぼ同じものしか頼まないんですね私もそうかもしれない。喫茶店に行けばモンブラン定食屋に行けばカツ丼とかもう決まってるわけですよ。悩まないんですよね、うん、これじゃダメなのかなとかと思いながら、親子丼とかミルフィーユとか違うものも頼んだ方がいいのかなと思っている今日この頃ですけど、ひとみちゃんも変えないタイプですよね。浮気しないんですね、もともとこれって言ったらこれなんですよね。そう、はい、恋愛でもなんで浮気しないんですね。ファミリーレストラン行ったら絶対にドリアですもんね。そう、絶対ドリア、グラタンにはしないですもんねそうそう、それなんかこだわりがあるんですか、ドリアじゃなきゃ嫌だっていう。あ、なんかやっぱり食べたいものはずっと食べたい、うん、まあそうですよね、無理になんか変えなくても同じものが好きだったらそれを食べるっていうのもいいかもしれないですけど ね、でも運が開けないんですかね。ただあの、なんだろう、ひとみちゃんがね、あの時々ライブとかやらせていただいてる大先輩の林ひろ子さんの、うんうん、お店が雪が大塚にあってラブリーカンカンというところがあるんですけど、そこの浜田店長という方も美味しいものが大好きで、うん、美味しいラーメンでも美味しいカツ丼でもいろいろ求めていろんなお店に行くんだそうですけど、美味しかったなと思ったらもう二度と行かないんだそうですね、その店にね。普通はまた行きたいと思う、ね、また行きたいと思うんですけど、もうそこは美味しいっていうのは分かったから、これ以上の店をとにかく探そうと、でいろんな店に行って、とにかくあの同じ店に行ってその時間を浪費するんじゃなくて、新しい発見というかより素晴らしいものに出会えるように、まあなんか、していきたいと。で仮にいろんな店に入っていって美味しくなかったら一口食べてもうお店から出るって言ってましたね。無理に食べてお腹いっぱいにならないんで、次の店を探すことによって、まあ、あの胃袋って限られてますからね、そうそう食べられないですから、まあ美味しくないと一口食べて思ったら諦めて次の店に行くみたいな、ああこういう考え方もあるんだなみたいな。そうですね、一途なタイプと、まあこういろいろと、あの恋人ができたからでそこでもうなんか有頂天にならないで、もっといい人がいいかもしれないって次から次へ変えていくタイプなんでしょうね、きっとね。あ、そうなんでしょうね、はい、きっとね。あなたはどちらですか。長野さんどうですか。僕は一途ですよ。だからあのどこの店行ってもあのなんだろう、カツ丼なんですよね。ローソンでもファミリーマートでも中尾でもカツ丼。カツ丼、はい、カツ屋行くとねたまに買います。あのロース、なんだっけ、ソースカツ丼か普通のカツ丼か、まあ、そのぐらいしか迷わないですけどね、揺れ幅がそんなにない。結局カツ丼、まあカツ丼はカツ丼です ね、うん、
例えばフェイスブックのコメントなんかにも、はい、あの栄養のバランスが悪いんじゃないですかって書かれるじゃないですか。よくねおせっかいな方がたくさんいらっしゃってあのもっと野菜を取ってくださいとか、あの具合が悪いって言うとカツ丼とかモンブランが悪いんじゃないでしょうかとか、あのいろいろ言われたりします。あの大きなお世話だなとは僕は思わないですよ本当にありがたいなってそういうふうに言ってもらえるうちが花なんでね、どんどんいろんな情報を教えてほしいと思います。でその分、うん、あのお家で朝川ちゃんを一杯のサプリメント、栄養サプリメントは好きなんですけどね、割と飲んでるんですけど、ね、飲んでるから大丈夫なんじゃないですかね。でもねあれ飲むのにね30分ぐらいかかっちゃうんですよ、で最近ちょっとねなんか倦怠感が強い日はもうサプリメントも飲まないで寝ちゃったりしますけどね。ただその分お風呂に入れるあのなんて言いましたっけ、入浴剤の量を倍にしました。お風呂に入ってる間に疲労が取れるんじゃないかとかと思って、バブっていうのを使ってるんですけど、メディケートバブ2つ入れて、お風呂大好きですもんね。そうですね、もう嫌いではないですね、使ってますね。真夏でも必ず湯船に浸かるという、それいいことですね。血液の循環が良くなりますね。最近なんか飲み始めた油があるんですよね。オリーブオイル、オリーブオイルじゃなくてね MCT オイルっていう、何それ、よくわかんないんですけど、前この番組にもゲストで出てくれたことがあるサッペさんっていう方がいらっしゃって、うん、そのサッペさんがこのオイルを取り始めてからなんだろうな10キロぐらい体重が減ったっていう、魔法のオイルだって言ってたんで、声優とかで売ってるんですけど、まあ、MCT 入りの、あ、ありますね。わ、さすがです、出ててくれた、はい、ありがとうございます。わ、さすが。これをですね甘酒に入れて飲んだりとか、あとこれが入ってるヨーグルトとか牛乳とかあるんですよ。まあ、何がいいか分かんないですけど、僕はあのサッペさんを信じてこれを飲んでますけどね。飲むんですね。はい、飲むんです。あの何かに入れて、びっくりした、はい、このまま飲むんですね。そのまま飲むこともできるんだろうと思いますけどねやや苦みがありますかね。なんかきっとこう脂肪を分解する働きがあるのかしら。ちょっと楽しみにしてるんですけど、今のところまだ効果がないですけどね。あ、やっぱりこう時間がかかるんですよ、何でもすぐ即効性を僕ら求めがちなんですけども、まあ今日頑張ったことが明日結果になかなかならないじゃないですか。そうです、しばらく今日なんかうまくいかないってことは、半年前とか1年前になんかこう努力が足りなかったとか努力の仕方が間違ってたわけで、あの昨日なんかサボったわけじゃないん で、まあ、今日頑張って明日、ね、あの満点が取れるわけじゃないんですけど、まあ、いろいろ考えて努力をしていけば先々いいことがありますよ。はい、そうですね、いいこと言いますね、はい、なんで今はねあのめんどくさいかもしれないですけど、ストレッチをしたりとかトレーニングとかね、皆さんされた方がいいと思います。10年後とか多分違うんだろうと思います。ちょっとの時間でもちょっとの回数でもいいから毎日やることかもしれないですね、うん、はい。まあ、あの駅の、ね、階段もそのエスカレーターをつかないで登るとか、もう些細なことが、ね、違ってくるんだと思いますけどね。またいろんな余計なこと喋っちゃいましたけども、じゃあ、今ミリオンキッスの、はい、新曲をちょっと流したんですけど、江中ひとみのじゃあ2024年100曲まであと3曲と迫ってるんですけど、どうなってるんだと、ね、とりあえず2月中旬ぐらいまでに今この曲を作っております。バイバイロシアンブルーという、ロシアンブルーって知ってますか、ひとみちゃん。猫です。猫です、はい、うん、ジャケットだけはもうできてるんですけどね、まだレコーディングはまだ途中なんですけど、ラフの段階でこんな歌です。流れますかね、はい、かわいいですねロシアンブルー。かわいいわ猫ちゃん。ひとみは猫だと何という種類が好きですか。そうですね、何かな、アメリカン、なんだっけ、アメリカンショートヘア、ショートヘア大好き、アメショ、アメショが大好きで、はい、アメショも僕2回ぐらい買ったことありますけど、アメショもなんかいっぱい種類があるんですよね。なんとか旅、シルバー旅とかブラウン旅とかね。でアメリカンショートヘアの他にもヨーロピアンショートヘアとかブリティッシュショートヘアとか、ちょっと違うのがあったりしますね。このロシアンブルーっていうのは割となんかこう人に懐きにくいそうですね。アメリカンショートヘアの方が人懐っこいって言われてますけどね。一回懐いてしまうと大変よく懐くっていう、集中性があるんですね、はい、ちょっとおすまししたツンとした感じなんでしょうか。幸せを運ぶ高貴な感じの猫ですよね。気になるんですね、はい。
バイバイロシアンブルー、こちらがねもうじき配信になりますので、こちらの方もお楽しみにしてほしいと思います。はい、はい、じゃあ今日もね、はい、お便りが来てます。はい、ご紹介しましょう。なんと、はい、火星人さん、火星人さんどうもありがとうございます。ありがとうございます。流星ラジオのメッセージ早いかもだけど一応送っておきます。社長ひとみんお疲れ様です。お体ご自愛ください。心配してくださってます。そうなんです、ひとみちゃんも本当にねなんか過密なスケジュールなんで時々ねなんかこう具合が悪くなったとかってこういろいろ告知とかを出してますけどもね。社長もどうですか、まあ、最近は。まあ良かったり悪かったりなんですけど、まあまあなんとかそれ今日あたりはすごい仲良くしなきゃいけないですよね体調の悪さとも仲良くしようということですけどもね。火星人さんどうもありがとうございます。火星人さんありがとうございます。お心遣いね、はい、嬉しい嬉しい。まあ、今日はねゲストもいないということなんで、うん、まあ、ひとみちゃんのいろいろな過去の、歌についてお話をしていきたいと思いますけど、今こちらに出ておりますけど、はい、この月というアルバムがあるんですけど、はい、これがアルバムとしては8枚目、はい、形のあるアルバムとしては8枚目。その他なんか配信のアルバムでは、春夏秋冬花鳥風月以外に木星に祈るとか水星に叫ぶとか、うん、恐竜図鑑とかまあいろいろあったんですけど、ね、はい、オリジナルとしては今8枚出ておりまして、まあ東西南北が次になるんじゃないかと言われてますけども ね、横断歩道か、横断歩道、はい、まず横っていうアルバムなんです。次が段歩く道、はい、まあそれも可能性としてはありますよね。ありですね、はい、はい、新しいアルバム横が出ました面白いですよね。面白いですよね、はい、まあこれだけね数が増えてくるとね、なかなかもう歌わないんで忘れちゃったりする歌もあるかもしれないんですけど、まあそういったものをちょっと皆さんに少しずつ紹介していきたいと思います。一番最初に出したアルバムが春、はい、はい、春にはまあデビュー曲オフサイドガールとか男アリエラとかそういうのが入ってるんですけどもね、はい、ね、ね、はい、今日はちょっと珍しい曲をね皆さんにね PV でご紹介したいと思います。はい、はい、なんかね学校の時に習ったような、うん、あの数学の時間に習ったような言葉ですよね。はい、はい、どよひとように瞳があろう。はい、じゃあちょっと聞いてください。どうぞ。ですからね、7、8年前になりますかね、うん、これからも歌いましょうで、うん、古い曲もねどんどんこう歌わなくなっていった、ね、隠れた名曲じゃないですか、これ。人よ人よに瞳頃って、これはどういう意味だか分かりますか。え、ルート2、さすがですね平方向2 ね、ルート3だと何でしたっけ、富士山6にオウム鳴くとかなんかいろいろ、あ、人並みにおごれやおごじょうか、ルート5が富士山6なんですね。だからまあ数学の時間に数学の先生に恋をする女の子の話なんですけど、うん、ね、最後はちょっと悲劇的な結末なんですけど、ね、彼氏が亡くなっちゃって、ね、はい、ちょっと悲しい結末になる
なんか思い出しましたけど、この歌を作ってる頃、本当はなんか人よ人よに人見頃っていうのはなんか幸せになるおまじないみたいな言葉で、それを唱えていったら数学の先生と声が実って、まあ結ばれるみたいな話だったんですけど、まあレコーディングしてる最中にひとみちゃんが、いやハッピーエンドじゃ面白くないから最後にちょっとなんかあの主人公の相方が死んじゃうようにしませんかって言われて、そうですね、無理やり相方を殺しましたねこれはね。なんかこう切ない曲になんかしたかったんですね。そうですね、こうずっとずっとこう照らしてくれるわって感じですか、好きな人がね。そうですね、だからストーリーをすごい考えましたよね。でなんか数学の先生と一緒になった女の子がいたんだけど、まあ、あの東京都内に今住んでいたんだけど、東京ドームで、まあ、何かどこですかね、ロシアとかそういうサーカス団がやってきて、公演が始まる前日にサーカスで使う虎が逃げ出すという。でその虎がこういろいろな街の中を徘徊して危険だということで、その警察とかその何ですか、自衛隊だかサットみたいなあの、狙撃班が虎を射殺するという命令を、まあ国は出したわけですよね。でその主人公のその数学の先生は無類の猫好き、でこれは大変だ、なんとか猫科の虎を守らなきゃいけないということで、警察よりも狙撃隊よりも先にその虎を発見して虎を捕獲しようと思って、一生懸命その東京ドームの近くとかを探すんですよね。そしたらその虎、虎の名前トパーズっていう名前なんですけど、そのトパーズを発見したんだ、数学の先生が、トパーズ危ないって言ってこうトパーズにこう追いかぶさるわけですよね。神楽坂の周辺でトパーズをあの捕獲しようとしたら、そこにまあさっと狙撃隊がやってきて、そのボニー&クライド、俺たちに明日はないのような感じで狙撃隊で、銃をダダダダダと連射されて、その数学の先生が撃たれて死んでしまうんですね。でも虎を守ったという、そういうなんかね悲しい話なんですよね。そうですね、はい、ほとんどコメディみたいですよね。いやいや、でもねその、はい、体を張って、ね、ライオンさんを守る虎です、虎、はい、虎を守るっていうそのね温かい気持ち、はい、ね、それでずっとずっとその神楽坂でその亡くなった先生を思い出してさまようという女の子の歌、そうですね、切ないです。先生が亡くなった後もその夜な夜な神楽坂の街をね歩いて、こう先生の面影を、ね、求めて歩くという話なんですけど、でもやっぱりこう空からね、私の行く道をどうか応援してくださいっていう、まあそういう歌に最後はなってますけどね。悲しいですね、はい、はい、悲しいですよね。ひとみちゃんのことをね応援してくれてたあのラジオパーソナリティの風浩二さんが、この歌いいねって言ってましたけどね。嬉しい、はい、嬉しいですね、はい、はい、さあ、春の歌を今お届けしましたけどもね、はい、次は夏ですね。夏、はい、夏といえばやっぱりねハワイとか行きたいですよね。行きたい、はい、ハワイで何やりたいですか。フラダンス。フラダンスですよね、はい、はい、今は、あれですよね、数学の先生に恋する話だったんですが、今度は英語の先生に恋をするという話ですね。先生に恋をするの多いですよね。なんか多いですよね。それなんか青春ドラマみたいな感じですけどもね。昔のこと思い出してるんです。全然思い出してないですね。はい。表表の教師だったんですね。いやいや、とんでもないです。はい。はい。はい、では、女の子が英語の先生に恋をするという、はい、涙のアロハ声。どうぞ。地位置に恋をした。
これも4番まである歌なんですけどね。まあ、あの恋をして、あのフラダンスを始めて、まあ、ちょっと地味な女子はね、こう可愛くなろうということで先生をね、その発表会に招待するっていう話なんですけども、まあ、この時のひとみちゃんの PV 映像なんですけど、珍しく帽子をかぶってないのね。ああ、本当だ、うん、お花つけてね、うん、これ新鮮でいいですよね。あ、本当です。これあの初めての握手会という映画、うん、映画ありましたね。映画に出た時の髪型、はい、うん、映画用の、映画用の、はいはいはい、初めての握手会っていうのも YouTube に上がってるんで、ぜひ見てください。皆さんぜひ見てください。面白いです。ひとみちゃんが主演の映画なんですけど、これは笑えますよね。笑えますよね。志村芳哉監督の名作ですけどね。ぜひぜひ皆さんね、うん、お時間ございましたら YouTube に上がってますので、はい、見てください。志村作品はね、この一作しかひとみちゃんまだ出てないですけど、はい、その作品に、まあ、あのひとみちゃんとかと一緒に出てたのが新井園田さんという方で、うん、今は監督されて、監督になってね、ひとみちゃん主演の映画とかも撮ってくれてますけども。そうです、はい、そうです。今度2月4日にね、うん、上映会がありますので、ぜひ皆さん、2月4日もう終わってるんですよね。あ、そういえばね、この間新井園田監督に1月早々にあのなんか会った時にさ、撮影があった時にちゃんと見てくれですよね、流星ラジオで1月3日の放送見たよっていうの ね、1月3日の放送見たよって言って、最後にひとみちゃんが皆さん良いお年をこれ年内に収録がバレてんだろうみたいな言われましてね。あ、見る人はちゃんと見てくれてんだなと思って。気づかなかったね。もう無意識に言ってるんですね、皆さん良いお年を。1月の3日の放送、はい、そうだ、もうクリスマス終わってんの、メリークリスマスとか ね、まあ、やっぱあの収録っていうのはついついバレてしまったりするんですけど、いいんです、これはね。今日は収録ですから、はい、はい、2月の4日に、まあ、上映会があって、また3月には今度はリンゴ監督というね、別の映画監督さんの、はい、そうですね、あの、うん、100日後に死ぬパパ、はい、こちらもありますので、リンゴ監督見てるかな。それはひとみちゃんがね、腹話術でキャンディーちゃんと一緒にこう出て、で、はいはい、社長変なおじさん、変なおじさんなんですもうなんかね、あのリンゴ監督作品はまだなんだろうね、役名がついてるのがないかもしれないですね変なおじさんとか MC とか、したしたいしたいですね、はい、なんとかの父とか ね、そういう感じなので、今度は役名がつくといいなと思ってます。今度も村長ですから役目はないわけですよねいや、何でも村長じゃないですかね。なんか例えばね、あの、うん、加藤春信とかね、こう名前が欲しいですよねひとみちゃんは名前あるんですかね。あの腹話術やってる女の子は名前ありましたね。なかったです、ね、あれもないんですか。今度はでも生理ちゃんっていう、生理ちゃん、はい、女の子のね、うん、役みたい。せいりちゃんが住んでる村の村長なんですか。おお、じゃあまあ村人たくさんいるんですかね楽しみ、楽しみですね。はい、まあ映画もね、今年結構ひとみちゃんたくさん出ると思います。夢先案内にネックスと、はい、あとは東京特許許可局シリーズ、はい、あとリンゴ監督のシリーズとかも ね、ありますからね、うん、もう女優業も忙しいですよね。でも映画楽しいですよね、うん、女優の楽しさって何ですか。それ映画とかね、あの映画とか舞台、はい、まあ、全然表現の仕方も違うんですけど、うん、なんかみんなで作り上げる、はいはいはい、映画でも、うん、舞台でも、うん、それすっごく終わった後に満足感があるんですね。映画ってでも緊張しません。なんかあの鳥があった時に自分だけが噛んじゃって間違えるとそのテイクが失敗するわけじゃないですか、で相方の人はもう長台詞を完璧に上手に言ってどやっていう顔してるのに私が間違えてすいませんって言ってその人ももう一回取り直しになるみたいな時ってあるじゃないですか。もう心の中でものすごい頭下げますね。そう、ごめんなさいごめんなさい、いいですよとか言いながら多分内心怒ってんだろうなとかって思いで見てやりますけどもね。あと1回あったじゃないですか、はい、あの南雲さんが、うん、映画をね撮影で、うん、上司役って言った時に、うん、一つ一つほら1フレーズずつか
ちょっと寒いんですけど監督一気にやりませんかねってあの女優さんに言われて、はい、あの女優さんに怒られたことがありましたけどねあの割と寒い日の撮影だったんでこう映画ってこうカットを小回りにしてね、うん、そう後ろから撮ったり前から撮ったり、まあ、でまあ何しろ頭が悪いもんでセリフの物思いが悪いと時間がなかったからね覚えるね、そうするとね監督さんも困るんですよね正面から撮るとあのやっぱ言えないわけですよ。だから後ろから撮るんです、しょうがないから監督が背中からで自分はこう台本読んでるわけです、ずっとこうなんとか、うん、いやミラ君ずいぶんと技術が上がってきたね、来月からは、うん、本採用だよとかなんかそういうシーンがあるんですけど、うんうんうん、でそういうのをなんか細切れで撮ってると時間かかっちゃうんですよね、そう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 後ろから回ったりとかいろんなこと、うん、そうそうそう、そうすると相方の女優さんは半袖でいるわけですよ、冬なのにね、だから寒いから一気に行きましょう言うんですけど、まあ、なんで着るんですかと言うこれは初犯の事情があるんですよね、いろんなね、まあ、よくあのひとみちゃんがステージで歌詞を忘れてるのなんでこいつ覚えねえんだろうなと思ったりするんですけど自分が役者やってみるとまあ覚えるの大変ですよね。でも歌詞も止まってられないでしょ、うん、歌ってる時に、うんうん、だからもうこう真っ白になっちゃったら、うん、とにかく言葉をつなげますね、うん、だから変だなと思いながら歌ってますね。でもあなんとか乗り切ったと思って、まあ、パッとね、まあ歌の場合はね、うん、こう止まったらいけないんで、まあなんかあの実際と全然違っても作っちゃうというのはありますよね、うん、私の思いとかなんかこうとにかく表現しちゃえば OK ですよ。まあさっきもね流した涙のアルファエっていうのはストーリー性のあるもんで、1番から4番まであるんですけど、そうそうそう、ね、時々間違えて4番から歌っちゃったりとか、ねするともうネタバレでも刑事コロンボみたいな感じでもう犯人が最初に分かっちゃうみたいな感じ4番から歌われた時にはあの、はい、ね、南雲さんひっくり返っちゃって、で、バレちゃんが社長大丈夫ですか大丈夫埼玉県のね川越っていうので今から5年ぐらい前でしょうかね、そうそうそう、もうコロナ始まる全然前の頃に、うん、あのひとみちゃんがクリスマスの時にそれ歌って、あ、4番から歌ったよりによってよりによって4番から歌ったと思って転がっちゃって、あの、ひっくり返っちゃった。いや、ちょっと頭抱えましたけど、そんなこともありますよね。ね、うん、まあ、歌とか、まあ、あの、言葉ってのは難しいですからね。ね、だから、セリフとかも難しくて、脚本の人とか作詞家の人って、まあ、その、字面でいろいろ考えて作るんですけど、歌ってみたりとか、発音してみると、前後の言葉とかとつながって、言いづらかったりとか、ありますよね。ありますね。うん、で、この間も映画出た時に、自分が言うセリフで、幻の生物土の子っていうのがあったんですけど、その幻の生物土の子を捕まえてみたいなのがすごく言いづらくて、生物のつと土の子のつがつながるのがあのすごくなんかね明瞭に発音がなかなかできなくて、生態専門のなんか鍼灸院に行ってなんかあの針を刺してもらって、幻の生物土の子が上手に言えるように針を刺してくださいってお願いしましたね。でも上手に言えましたもんね。ちょっと効果が出たのかもしれないですよ、ね、うん、そうですね、言えます、幻の生物土の子、幻の生物土の子さすがですねまあ今度のね今撮ってる映画土の子も出てくるっていうね、はい、夢先案内に、うん、ネクスト、はい、ぜひお楽しみに見つけてみたいですよね、土の子ね、はい、はい、今日はねひとみちゃんのいろいろ懐かしい曲を紹介してるんですけども、はい、現在までたどり着きそうもないんですけど順に行きましょう、はい、行きましょう行きましょう、春夏ときましたから次は秋でございます、はい、秋ですね、はい、はい、秋いろんな歌が入ってるんですけど、秋から選んだのはですね夢見るホライズン、お覚えてますこの歌、覚えてます、覚えてます、ソングエッサン、ソングエッサン作曲、はい、はい、作詞南雲和美さん、はい、はいはい、これもいい歌だと思うんですけど、すごくいいです、ほぼほぼ歌われてるの聞いたことがないのでこの機会に皆さんもこんな歌があったんだなと思い起こしていただければと思います。夢見るホライズンどうぞ。常識なんて
この時の衣装も可愛いし、この時もあれなんですね、帽子かぶってなかったですね。でこの時のお衣装はみんな手作りなんです、うん、ひとみちゃんが自分で作ってた、はい、スカートとブラウスを縫ったりとか、うん、あのドンキーで、あ、それぞれこうパーツパーツで買ってきて、うん、ドンキーをね、こう下だけ買ってきて、うん、縫ってとか、みんな手作り衣装だったんです。いろんなものをつけたりとか、そうそうそう、リボンつけたりとかね。ある日ね、うん、ある女性に言われたんです、うん、ひとみちゃんテレビに出たりするんだから、うん、ちゃんとステージ衣装を買いなさいって言われて、うん、あ、そうだなと、そこから竹の子に行って買うような、まあこういう名刺いろいろ出してますけどね、はい、原宿の竹の子さんで仲のいい店員さんがいましてね、はい、まあ、言われたのはね、全然違う場所で言われたんですけど ね、 ね、そう、それからでもまあ、うん、衣装はその人のなんか主張なのでね、さだまさしさんなんかね、トレーナーとジーパンで紅白出てましたけどね、あ、そうですね、うん、まあ、ひとみちゃんというともうなんて言いますかね、キラキラな感じで、なんだろう、メイド服を派手にしたような感じが多いですよね。ね、そうですか、はい、なんで映画監督なんかそれで来るんじゃないかと思ってすごい心配してきますよね。なんかね、服はこれってもうなんかね、こう地味な茶色か紺のエプロンを着てとかなんか指定してきますよね。そうそうそう、でも、うん、その当日もね、うん、ひとみちゃんで髪型は必ず一つにまとめてアップか一つにまとめて、はい、ね、で昨日も、あ、昨日、おととい、はいはい、おとといもそれですそれやっぱりあの監督も当日ひとみちゃんがどんな格好で来るか心配なんでしょうね。あの格好で来ちゃったらどうしようみたいなね。そうですね、うん、やっぱりそのなんていうか、映画に映画の世界観というか、あの監督がイメージした姿がありますから ね、 ね、うん、忠実にやっぱりでもね、うん、守って、はい、地味に行きたいと思う地味、まあ、地味な役の時は地味に ね、 派手な役の時はまあ派手にとかそれぞれあるんでしょうけど ね、 ね、はい、うん、夢見るホライズン、あ、いい曲ですよね。そうですよ ね、 ね、うん、これちょっとキーがね普通に高いんで、うん、はい、だからやっぱ綺麗に聞こえますね。ちょっと裏声もあって、あ、そういえばひとみちゃんあまり裏声を使わないですよね。地声でなんとか出し切ろうとするんですけど、うん、音域が広いからですね。でもこれはちょっと裏声があります、うん、最後フィニッシュの時ね。そうなんですね、はい、はい、裏声で、はい、裏声もちょっと出せるように頑張ります、うん、裏声には特訓中なんですよね。特訓中です。はい、でもなんか裏声とか使わない方がいいような気がしますけどね。あ、好きですもんね。裏声はあんまり好きではないですね、うんうん、個人的にはね、うんうん、ボイ、まあ、限界ヘッドボイスぐらいまでにして、まあナチュラルな音域で、うん、まあそうすると大体1オクターブから、まあ、見えを張って1オクターブ半ぐらいの曲になってしまうんですけど、あんまり天井とかされると大変なんですけど、でもひとみは、まあ、その辺で歌ってた方がいいような気がしますけどね。なんかね、声が高音がちょっと、ね、最近出るようになりました、うん、やっぱりこれあれですかね、特訓ですよ、日々のね、日々の練習と練習、あと注射ですかね、注射ですね、はい、ニンニク注射を週に2本打っているひとみんでございます、はい、さあ今日はね、懐かしのひとみんの歌をいろいろお届けしてまいりましたけど、はい、さあ無限に時間は延長できないというふうにね、いつもだいたい答えますからね、今日も笑顔で×というねじゃあもう一つぐらい、じゃあご紹介しましょうか。う、ね、春夏秋と来ましたんで、冬ですね、今度は冬なんですけど、ひとみちゃんのことをすごく熱烈に応援してくれている、うん、兵庫県高砂にいる工藤聖子さんという方がいらっしゃるんですけど、聖子様ありがとうございます。で工藤聖子さんの息子さんは有名な万次さんなんですよね。そうです、そうです、クリスピーチーズという、はい、モノマネできるんですよね、ロスさんも、はい、こんな感じ、ロスです、はい、もうイケメンなんですよね。あまりにもイケメンすぎて関西に住んでられなくなって東京に出てきたっていう漫才師で、今はもうものすごい人気で、2024年一番ブレイクする漫才師はクリスピーチーズじゃないかと言われている。そうなんです、はい、そのクリスピーチーズのお母さんの工藤聖子さんが一番好きな歌は Baby I'm Still Hungry という歌らしいんですけど、うん、その次に、うん、好きな曲、好きでこれをバンドでやってみたいと、これはね、あ、分かった、ミッドナイトアリーキャットっていう歌なんですけど、す、ね、うん、これは歌ってるの見たことないですね、僕もね。 あ、 あります、あの、エリザベスちゃんと恐竜図鑑で歌いました、うんうん、まあ、ユニットでもね、恐竜図鑑でユニットでも歌ってるんで、はい、ソロでも冬に入っているんですけど、実際ライブで歌ってるのは見たことがないかもしれないので、ね、すごく貴重でございます。そうです、こんな名曲もある、まあ、好き嫌いはすごく分かれると思いますけど ね、 ね、はい、メタルです、メタル、ミッドナイトアーリーキャット、どうぞ。
私は誰にもの捕まえ暗い目をして毒を吐くところは誰にも開かない、笑わない笑えないけど心はいつでもフリーダム、察しなんか読みたくない、ワイド状態嫌いよ、噛みつけ紐を向け引っ掛け目を解け、この街を呪え、私私無敵で残酷なみんなへとアンリキャッチを、刀なだけピュア、そんなに消えるの江中ひとみさん、いろんなジャンル歌ってますよね。歌好きです。今度歌いましょうか。これはロックもロックですよね。ハードでヘビーな、はい、ね、うん、頑張ります頑張りますか、はい、まあ、このなんていうんですかね、こういろんな引き出しがあるっていうのはひとみの良さで、まあ拳を回してもすごいし、フォークを歌してもあのバラードも上手ですもんね。ありがとうございます、はい、これはでもあんまりないんで、まあ、ひょっとしたらそのうちに歌いますので、そう歌います、はい、まだいつ歌うか分かんないので、ね、皆さんね、あのサボらずにライブの方に来てください、ね、来てください、よろしくお願いします。歌います、はい、では2月のね、ひとみの、はい、じゃあライブ情報をお伝えしましょう、はい、はい、これは2月の11日ですね、はい、毎年恒例でございます、ひとみちゃんのお友達りんちゃん、りんちゃん、フィリピン出身の実力派シンガーでございます。リンちゃんのバースデーライブが今年も横浜のホテルで行われます。はい、これは、インターコンチネンタルグランドホテル。はい。うん、インターコンチネンタルグランドホテル、はい、です、はい。はい。大きな、横浜でも大きなホテルです。はい。綺麗なホテルですよね。はい。ここに出演いたします。ぜひ皆さん来てください。フランス料理がついて27,000円、はい、まあ、少々高いですけど、うん、あのワインとか飲み放題になっておりますので、うん、まあ、ワインが好きな方は元が取れるかもしれません、はい、はい、ぜひぜひいらしてください。豪華ゲストがね、いっぱい出ますね。そうですね、知恵さんとか、はい、はい、うん、浜井豊さんとか、はい、ハッピー&ブルーにいた方ですよね、はい、はい、楽しみにしてください。楽しみにしてください。さあ、そして横浜に続きましては、その翌週2月18日はひとみちゃんは宮城県の仙台に参ります。はい、地元です。皆さんぜひいらしてください。これは場所はどこになりますか。はい、高等大公園です。はい、はい、青葉区の高等大公園、仙台の一番の繁華街ですよね、はい、はい、国分町とか一番町とかに近いところにありますので ね、楽しめると思います。ぜひ皆さんいらしてください。お待ちしております。野外なんでね、寒いんですけれども、ね、先着60名の方に豚汁が振る舞われるということなんでね。そうです、美味しいですよ。美味しい豚汁を食べて温まりながらひとみんライブを見てください。ゆきんこライブひとみちゃんの出番は13時5分から、はい、そして最後にはね、はい、全員で合唱もありますので楽しんでほしいと思います。楽しんでください、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日の告知こんな感じで、はい、で視聴者プレゼント行きましょう、行きましょう、はい、この番組人気番組でございます。はい、北はカムチャッカから南はパラグアイまで、はい、世界144の国と地域でご覧いただいております。はい、はい、今日のプレゼントの方はこちらでございます、はい、元なでしこジャパンの名ボランチ柳田美由紀さんが書かれました楽しい女子作家、はい、ひとみちゃんもサッカー大好きですもんね。大好きです、はい、もうこれは DVD がついて、もう女子サッカーの技術とか魅力が満載の本でございます。もうね、DVD には今あの AS ローマというイタリアのチームでね、うん、活躍している日本代表の南萌香さんとかね、いろんな有名な選手もあの、演技で出ておりますので、そちらの方も楽しめると思います。こちらの本を今日は何名の方に。9000名の方に。毎回すごいなって映画監督の新井園田監督が言ってましたけど、今回も9000名、はい、差し上げたいと思います。じゃあ欲しいという方はどうしたらよろしいですか。はい、はい、こちらです、はい、はい、東京都新宿区山吹町361株式会社ナウンド鳥越アズーリ FM プレゼント係まで完成はがきで、はい、はい、ご応募くださいませ。お待ちしております。完成はがきってね、今時皆さんお持ちでしょうかね。ひとみちゃん持ってます。赤字はがきで、あ、はい、お年賀状書いたし、はい、あります。あれは完成はがき、あ、そうか、年賀はがきね。年賀はがき、はい、完成はがきも持ってます。持ってますか。持ってます。今いくらするんですかね、完成はがきってね。50円。もっと端数つきましたかね。封書が80何円とかね、あまり使わなくなりましたもんね。
そういえば年賀状も年々もらう数も少なくなったり書く数も少なくなってますけどね。皆さん LINE とかね、73円、あ、63円、63円になったんだ。あ、そうなんですね。自分ら子供の時は5円、7円、8円ぐらいでしたかね。はい、で、まあ、10円ぐらいになりました。いや、鎌倉ですね、飛脚運んでる頃は。あのよくあの TBS ラジオとか聞いてハガキとか出してたんですけど、A 六輔さんがなんかそのハガキの歌なんかを作ってて、7円の歌とかなんかそんなような歌が、8円の歌だったかな、そんなぐらいのあれだったと思いますね。今ずいぶん上がったんですよね。上がりましたね。はい、63円でございます。はい、はい、ね、はい、勉強になります。勉強になりました。はい、お隣に郵便局がありますからね。あ、そうなんですよ。トリブアズーリは、田中ビル、その隣が郵便局ですからね。はい、皆さんぜひハガキをお求めください。はい、郵便局空いてる時間に来たことがないんでわからないんですけどもね。はい、はい、今日も楽しくお届けしてまいりましたけど、ね、残りが2分30秒ぐらいになりました。エンディングの曲が流れてまいりましたが、これがですね、いつでしたっけ、2月の8日明日じゃないですか。明日2月の8日の木曜日に、配信される、ミリオンキスの新曲です。はい、悪魔と戦い、カンパニカエルさんと谷中ひとみのリオです。はい、ユニットで歌うっていうのはやっぱソロと違ってなんかあるんですか。こう少し半分相手が歌ってくれるから歌詞を分でも半分でいいなとか。ああ、やっぱそういうもんなんですね。助け合える。お互い目と目で違う歌詞を歌っちゃっても向こうが2番歌っちゃった場合どうするんですか。あ、一緒に合わせます。あ、2番をまた歌っちゃうわけですね。合わせるわけですね。かえちゃんとってもいい子なんでね、皆さんぜひカンパニカエルさんも応援よろしくお願いします。はい、まあ、いろんな ね、あの悪魔というのが世の中にいます。人の心の中にもなんか邪悪な心とかなんかありますよね。ついついなんかサボっちゃおうとか、見てないからごまかしちゃおうとかそういう手を抜こうとかね、食べちゃおうとかそうなんですよ。なんかこう出前してるんだけど配達の時にお腹空いて餃子1個ぐらい食べちゃおうとかって。いや、いました、いました。はい、山田君という子が八宝菜とか食べてましたけどね。あれうずらの卵とかなんか入ってるんですけどね。配達の途中に食べちゃう子がいましたね。皆さんもそういうことのないように、まあ、そういうなんていうかね、悪魔をなんとかこう天使が抑えようという、そう、ね、そういう歌でございます。はい、はい、皆さんが応援する歌でございます。はい、はい、ね、今日も ね、楽しくお届けしました。まだまだね、寒いです。まあ暦の上では春になりましたけどもね、2月は寒いですけど、どうか皆さん風邪などひかないようにお過ごしください。じゃあ今日もね、ご覧いただきました皆様に御礼の気持ちを。謎かけ大丈夫ですか。大丈夫です。はい、今日はどっちでいきますか。はい、今日、はい、聞いてくださった優しいリスナーの皆さん、はい、そして優しいスタッフ様、はい、スタッフはね、もう乃木坂系とスマイルアップ系、はい、そう、揃えて、はい、ね、オーディションがあるみたいです。大変らしいですね。はい、とかけまして、はい、はい、公務員のお家とときます。はい、公務員のお家とときます。はい、その心は、はい、感謝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 。